ナミネーのスマイルイズグッドフォーハート。皆さんお疲れ様です。整備学園で働いているお姉さんです。どういいと思う。ああ、OK です。あの、始まる前に声を張れという指示がだっこさんからありましたので貼ってみました。聞こえてますか？ありがとうございます。ということで、本日はですね、蘇我校で働いているお兄さんにお兄さんの年じゃないの？いいんですよ、はいはいはい、いいんです。あの、はい、お兄さんに今日はゲストで来ていただきましたので、早速、自己紹介をしていただけますでしょうか？はい、どうも皆さんこんにちは。蘇我校のお兄さんこと、大根田でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい確かにこの声量だったら私も頑張って張らないといけないって、はい、そういうこと負けちゃうんですなるほどじゃあ私も負けずにこんな感じでいきたいと思います、はい、よし、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、本日は本当に、はい、お忙しい中。いえ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 。声張るとやりづらいんだ。毎回いつも通りでね。はい。大根田さんに来ていただきました。はい。率直にどうですか、今日急いで来ていただきました。蘇我校から。ダッシュで。はい。すいません。いえいえいえ。いや、でもね、はい、ずっとオファーを、させてもらってて、はい。ようやく夢が叶ったというか、はい、嬉しい、はい、っていうことですわな。ですよね。もう何ヶ月ぐらい言ってたっけ？わからないけど、ずっとですよね。うん、記憶をたどると、はい、多分第4回ぐらいの放送の時から、なんか俺言い続けてた気がする。あ、確かに。なんかあるたんびに、はい、あの、ナミ姉さんに、はい、え、ラジオのオファーみたいなことをずっと言い続けてきてて、そう、うん、でも今回その、うん、そう、2月どうするっていうのを、はいはい、あの、ラッコさんとちょっと相談した時に、はいはい、その大根田さんっていうのすぐ出たんですよ。あ、ずっと大根田さん言ってくれてるし、大根田さんついに登場みたいな話をしたけど、でもこれ大根田さんを出してしまうと、そう、いつもの、その蘇我校にさ、かけて、大根田先生いますかで、はい、変わった時に、いつもその、え、オファーあの掛け合いが、はい、もう一旦、要はしなくても良くなっちゃうじゃないですか、もう実際出てもらってるから、はい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 、なんか寂しいな、どうしようかな、もうちょっと、引っ張る引っ張ろうかな、どうしようかな、みたいな思ったんですけど、まあでも、いや、大根田さんにお願いしたいと思って、なるほど、今日は来ていただきました、うん、ありがとうございます。いやー、やっとやっと、ありがとうございます。まあでもね、多分ね、あの仮に、まあこの放送以降、ナミ姉さんから電話来たら、はい、第2回のゲストみたいな本当ですかっていうのをまた引っ張っていくんじゃないかと。嬉しいですね結構その、それこそ前回の回とかも、はいはい、うんうんうん、なんか話すことないんだけどあの、言われるんですよ、山田さん、そう、なんかね、そうです、はいはい、某山田、うんうんうん、はい、なんですけどね、なんかそうやって言ってくれるの、本当に、ありがとうございます、嬉しいです、本当、私、いや、でもね、はい、あの、そのオファーをかけ、はい、させてもらってたのも、はい、僕結構 YouTube、はいはい、あれこれ出てるじゃないですか、そうですね、うん、俺の記憶が確かならば、はいはいはい、このラジオに出ると、うんうん、多分 YouTube のチャンネル の、 その、はい、いろんなほらコンテンツのカテゴリーあるじゃないですか、はいはい、多分俺これでコンプリートするかもしれしてるかもしれないっていう、言ってた、うん、そうで、そうそう、今日はもう記念すべ き、 すべきコンプリートの日コンプリートの日はい、そう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 、ありがとうございます、はい、いや、本当そうですよね、皆さんなんか、そういうところいつも協力、的になんかありがたいですね、はい、いえいえいえ、私が言うのもなんですけどすいません、私がいつも何でもだよね、ごめんね、そうなんですよ、いえいえ、はい、本当に今日は、あの、始まる前にね、言いましたけど、このラジオ全然あの台本があるようで
ないないで、はい、そうなので、ね、ちょっとまあせっかくね、うん、大根田さん来てもらっているので、はいはいはい、大根田さんの、うん、まあいろんな、はい、あんな話やこんな話ねほりはほり、はい聞いてみちゃおうかなと思っております、はい、はい、僕なんかでよければ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。その大根田先生って、うん、私の勝手な、はい、勝手な私の勝手なイメージというか、うん、印象を言いますと、はい、なんかすごい多趣味というか、はいはいはい、ね、だよね、うんうん、なんか多趣味っていうイメージがあって、すぐパッと思いつくのが、うん、まずプロレス。あ、はい、そうですね。ですよね。はい、プロレス大好き。プロレス大好き、うん、はい、その次に、うん、アニメ好きじゃないですか。はい、大好きです。ですよね、はい、え、大根田さんとはあんまりアニメの話ってしたことない気がするんですけど、うんうん、そうね、うん、え、ちなみに最近の、うん、なんかおすすめアニメっていうか見てる、はい、うんうんうん、なんかアニメの中でなんか、うん、わ、これ面白いなって。あ、いや、今放送のやつだと、うん、ちょ、正式タイトルごめんちょっと忘れたけど、はい、ブレイバーンっていうロボットアニメ。 あれロボットアニメなんですか。ロボットですよ。へえ、はい、あれ面白いんですか。めちゃくちゃ面白い。あ、マジか。うん、あの、ぶっ飛んでてっていうとなんかね、怒られるかもしれないけども。え、グロい系ですか。あ、全然全然。何十年か前までやってた、はい、あの勇者シリーズっていうロボットアニメのシリーズがあるんですけど、はい、それの系譜を継いでるというか。へー、うん、私、これも勝手なイメージですけど、うん、え、大根田さんってやっぱりそのプロレスの好きっていうところからの先入観だと思うんですけど、なんか見るアニメとかもなんかピシャッとか、あ、ビシャッって雑、ビシャッてグロみたいな、はいはいはい、そういう系も好きですか。もう全然気に入れば見ます。あ、はい、で今はそのロボットのアニメ。あ、でも確かに私勝手に録画されちゃってます、うん、家の。え、どういうこと。え、わかんない、なんか勝手に多分今前に撮って終わったアニメの次に多分やってるもの、はい、なんか勝手になんだ録画されちゃって、多分その曜日と時間帯だけ設定してみたいな。まあ、なんだろうって思ってまだ見てなかったんですけど、うん、はい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 、あ、見てみます。いや、み、うんとね、もうぶっ飛んでますよ。へえ、うん、え、まさかなんかこう、うん、キャピみたいな、あ、いわゆる美少女アニメみたいな、はいはい、見ます。見てる。マジか。見る見る見てるんだ、うん、あ、最近もう見なくなっちゃったけど、はい、うん、でも全然面白いと思えれば見る。そうなんだ、うん、いや、それは意外だった。それこそね、この間放送終わったけど、はい、あのプリキュアとかね。え、プリキュア見てた。うん、マジですか。めちゃくちゃ面白かった。いやー、でも大根田先生って、うん、いかついかいかつくないかのこの、はい、2択しかなかったら、はいはいはい、どっちかっていうといかつい方じゃないですか。はい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 、ですな。ですな。そっか、あんまり想像つかない。じゃあ本当に幅広く見られてるってことですね。そう、面白いと思えばちゃんと全部見る。そうなんだ、うん、いやー、でも本当私も結構アニメまだ全然あれ、その大根田先生に比べたら全然もうまたまた。いや、まあ好きなんですよね。でもその結構、まあ、大根田先生普段は蘇我校の生徒たちとこう、はい、関わってるじゃないですか。なんだろう、蘇我校に限らず生理学園の生徒たちって、うん、全体的にアニメ好きなのが多いじゃないですか。だから私も昔は生徒たちからそういう、はい、今みたいな今おすすめのアニメとか聞いて、うんうんうん、それでこう情報収集っていうのが自然にこう耳に入ってきてたから、いろんなの見れてたんですけど、最近、はい、うん、久々になんかそういう話をしました。なるほどね、はい、うんうん、でもやっぱりね、蘇我校でもそういうね、好きな子いるから、はいはい、うん、じゃあそのさっきのプリキュアの話じゃないけど、そのね、うちのクラスの生徒と最終回見たっていう話とかね、はい、めっちゃ感動したよねっていう、うん、とかね、やり取りもあったりするけどね。なるほど、うん、ラブリーラブリー系だったか。意外でしょう。意外に系でした、うん、いや、ありがとうございます。いやいやいや、まあ、アニメでしょう、うん、あとは、うんうん、まあ、これは最後、あの、あえて最後に残したんですけど、はいはい、
やっぱり、うん、モネダさんと言ったら、はい、音楽じゃないですか。はいはい、もう出ましたか。あ、もう出しますね。そう、もう出そうかな。あ、なるほど。もう出そうかな。はいはい。そう。音楽。音楽。はいはい、大好きですね。すごいですよね。あ、いえいえいえ。モネダさん、うん、あれベース？はい、そうですね。ベース。うん、本職は。本職は。確かに本職はベーシスト。うん、はいはい。うん、結構昔からやられてたんですか。ね。ちゃんとバンド組んだのは、はい、大学生からですね。30ぐらいまで、はい、うん、ちょこちょこバンド組んで、なんかちゃんとしたバンドもあれば、なんかコミックバンドみたいなノリのやつとかも、はいはい、そうなんですね、うんうん、なんかこうきっかけみたいなことなんですか。きっかけはね、その大学の友達から、はいはい、まあ、その音楽好きなんだよねっていう話だけはずっとしたんだけど、ある日、はい、バンドメンバー募集してるんだけど、はい、やらないって言われて、もうせっかくだしと思って、はい、じゃあやるよって言って、はいはい、渡されたのがベースだったの。ああそういう、うん、自らベースを取りに行ったわけじゃなくて、そう、もうベースお願いから。そうだからベース以外のメンバーはもう、うん、決まってて、はい、うん、で、ベースだけいなかったから、じゃあどうっつって、はい、で、その時は洋楽のコピーバンドだったんですけど、はい、うん、こういう音楽やるんだけどどう、はい、みたいな、はい、やるっつって、うん、最初、ベース渡された時、うんうん、とかも、ベースかよみたいな。あそれね、あれだよ、全国のベーシストに。違う、そういうことね。あ、ここピーだ。言えないよ。言えないよ、ここ言えない。でもなんか、うん、もしやるなら、例えば、うん、ギターやりたかったとか、はいはいはい、ドラムやりたかったとか、はい、あったのかな。あ、なるほどね。はい、ね、ギターはね、はい、俺もう無理だと思ってたの。ああ、そうなんですね。うん、あんなね、ピロ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 で、いやいや、できねえよって。あれ、すごいですね。そう、だったから、はいはい、うん。どうせ組むなら、はい、そのギター以外だったらいいなっていうのはずっと思ってたの。だからベース渡された時は、うん、もう全然、おーやるやるっつって、ベース全然やるのみたいな、うんうんうん、そういう、そこでハマったというか、がっちりハマっちゃったっていうとこっすね。何がきっかけになるかって本当わかんないですね。もうずっとね、音楽は好きだったし、うんうん、はい、ピアノもやってたから、子供の頃、はいはい、うん、そう、意外に一番意外だった。そう、小学校終わるぐらいまでずっとピアノ教室通ってた。週4、週4通って、その感じで、そうその感じってどんな感じ。あ、そうね、この感じで、この感じでね、小学生この感じじゃん。小学生から、うん、出来上がってた。出来上がってる。そんなことない。そんなことない。あ、そうですか。そうで、中学校は吹奏楽部だったし、はいはいはい、うん、だから音楽が途切れたことがほぼないというか。へー、うん、だってもうね、今となっては、うん、まあ、生徒たちともいろいろこう、はいはい、バンド組んで、うんうんうん、そうですね、結構生徒たちと一緒にステージ、はい、うんうん、出てない会ないですよね、多分いろんなイベントとかないね。ですよ、うん、いや、毎回出てるね。ですよ、そう言われるとね、うん、でも何年前ですかね、あの例のあのバンド、あ、ティーチャーズ、ティーチャーズ、そう、はいはい、伝説の先生バンド、伝説の先生バンド、うん、ティーチャーズ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 、はい、由来曲、はい、あれも結構時々、うん、あれですよね、オファーがあったりとか。あ、そうね、結構ちゃんと活動してます、はい、あれすごいなって、思いそうだなって、はいはいはい、結構生命学園音楽、まあ、尾根田先生も含め、うんうん、結構音楽できるその学校の先生って増えてきました、ね、そうね、うんうんうん、やっぱなんか先生ができると、うん、なんか俺もね、じゃないけど、うんうん、ね、バンドやって、うんうん、ね、なんかそれでほらね、上手くなって、はい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 、で一緒にできて、でね、生徒がほら、ね、もうギャンギャン弾いてるのね、ステージで一緒に、ね、見れたら、見れるのはすごくやっててね、面白いというか、なんかね、だから曲終わっていつも、ああ、よかったみたいな。確かに、
なんかこう客観的にステ、うん、私は正直できないので、どっちかっていうとステージの下でこう頑張ってるこう生徒の様子を見る方が多いというか、もうそれしかないんですけど、なんですが、あ、でもそう違う、1回だけあるんだ、うん、1回だけ、そう、聞いてくださいよ、うん、おー、聞く聞く1回だけ、はい、あの私、うん、ギターを昔ですけど、はい、そう、ギターでなんか文化祭に出たことないですよ、生徒、あの、出てくれるので、ギターで、うんうん、なんですけど、やっぱり全然できなくて、うんうんうん、途中、あの、本番ですよ、うん、本番も私途中で諦めて、ずっとこうやって手拍子盛り上げ、盛り上げたいみたいな、そうそうそう、そうそうそう、あの、本当にできなかったんで、うん、あのツインギターにしてもらったんですよ。あ、はいはいはい、ギター2人いたんですよ、もう1人生徒、うん、で、私、うんうん、はい、もう全部任した任して、私は無駄目だってなってその1回だけ、うん、でもそれ以外も、うん、あ、すごいなって言いながら、でも女田先生は逆にも最初からこう一緒に生徒と練習して、はい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 、で、本番を迎えて、全然見えてる景色というか、そう、ね、感じるものってなんか違う、はいはい、でしょうね、でしょうねでもさ、あれじゃん、ナミ姉さん、はい、昔ダンスでステージ出てたでしょ、結構。いやいや、ダンスですかね、あれ、わかんないですけど、当時、はい、ってか、まあ、昔ね、はいはい、うん、ナミ姉さんすごい、ダンスすごいと思って、ありがとうございます、うん、よくぞ言ってくれました、小野田先生いや、整備学園に今何 何校かあるダンスクラブ、はいはい、うんうん、一番最初に作ったの私だから。え、マジで、え、すごっ、はい、すごいですか。あ、もう創立者ある意味、はい、はい、もう、あの、そう、最初の校舎で、はいはいはい、よくずっといたんですよね、ずっと、あの、踊ってる子が、はいはい、で、じゃあそんなに踊るの好きなら、ちょっとね、クラブ、うん、ダンス、なんかみんなでやってみるみたいな、うんうんうん、そう、え、すごっ、そうだよ今あるダンスクラブは私が建てたんだと、ね、はい、ちょっとドヤ顔みたいな、いやいや、でもそう、それ、それこそ、それきっかけですね、なるほどね、私もそれまでダンスなんて、ね、やろうとも思わなかった。で、まあ、生徒たちにいろいろこう感化されて、あ、じゃあ私もやろうかなみたいな。あ、なるほどね、はいはい、いや、お恥ずかしい、いや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 なんかすいませんえ、でも、うん、ダンスって言われたら、うん、私結構大根田さんだなって思うんです。確か、そうだ、大根田先生もダンス、うん、いや、なんか出るね、出ますよいや、出るね、すごいな、なんかね、なんだろうね、あれ踊ってましたよね、 K-POP、 やったやったやった、 K-POP も踊ってるし、うん、あと何ですか、とダンスナンバー、ダンスナンバー、エグザイルもやった、あ、確かにエグザイルっぽい、うん、どんなっぽいって、いや、小野田先生、小野田先生、まあね、YouTube をね、見ていただければと、小野田先生ってどんな、だから今多分初めて、はい、この整備学園チャンネル、はい、行き着いてる、あ、そうね、はい、いろんな多分ね、うん、イメージを、小野田先生の顔がこうイメージできるように、はいはい、今いろいろと、いかついかいかつくないかって言ったら、いかつい、エグザイルっぽい音楽やってるベースみたいな、ちゃんとしっかり伝えてますんで、うん、本当、でもね、多分あれじゃないの、その、うん、情報硬すぎて逆に想像できないじゃん、どんなやつやねんみたいな、いやいやいや、あの、祖学校にこれから行こうって思ってる、はい、あ、なるほどね、人が小根田さんに会った時に、うん、あ、ラジオの人だ、ね、ああ、なるほど、うん、あ、そう言ってもらえると ね、 ね、うんうんうん、なんかそういう風になってほしいなと思って、うん、なるほど、そうですね、イメージを、はいはい、伝えてるわけだ、伝えておりますで本当にオールマイティーな、いやいやいや、はい、小野田先生ですけど、うん、え、小野田先生から見こう整備学園の音楽って、うん、はい、なんかどんな感じですか、どんな感じ、うん、どんな感じ、あ、こういう感じなんで私、あ、そうざっくりなんで、ああ、でもどうだろうね、やっぱりね、やりたくて入ってきてる子、うんうん、例えば音楽家とかもそうですけど、はい、ね、やりたくて入ってくる子もいれば、うんうん、やっぱりうち入って初めて、うん、ね、楽器触るというか、うん、っていう子もいるじゃないですか、いますね、うん、なんかそういう子を増やしたいね、そうですね、うん、本当ですね、そうそうそう、うん、はい、やっぱりね、その食わず嫌いとかじゃないけどね、うんうんうん、なんかそういう子がね、こう増えてくれると、はい、なんか、うん、
あの旗から見てる側としては、はい、うん、あなんかすごい、あ頑張ってるみたいな、確かに、うん、であこれ弾けるようになったとか、うん、あれできるようになったとかっていうのもなんか、ね、見てて、ね、嬉しいというか楽しいというか、はい、確かに、うん、っていうのはありますわな、ありますわな、うん、いやもうぜひ本当に、うん、引き続き盛り上げて、はい、そうですね、私は、うん、ペンライト振ってます、ペンライト、ちなみに、うん、今なんか練習してる曲とかあります、うん、今はね、3月末にね、はい、ラブミュージックが、はいはい、ありますので、はい、場所がね、うん、あのキボールのね、はい、斜め向かいのスターナイトってライブハウスでやるので、今ねそれ、何曲だっけこれ、俺3曲、3曲出るから今その3つ、でも全部バラバラ曲の感じが、いや曲の感じもだし、うん、俺がやるパートもバラバラ、あそういうこと、え待って待って待って、ベースだけではないってことですか、ね、そう3曲のうち、はい、1曲ギター、1曲ベースボーカル、あ、ベース、あそうだボーカルね、うん、で1曲ボーカルだけっていう、そうだお歌もうまいんだ、お歌もうまいんだそうだ、何なんだろうね、でもね、なんでだろう、年の子いやいやいや、お兄さん、いや、言われてくださいよ、はい、うん、じゃあ、もう一度3月の31日日曜日だったかな、うん、千葉のスターナイトという、スターナイト、はい、ライブハウスで、はい、はい、ラブミュージック ね、はい、ありますので、じゃあそこに来ると、漏れなく、俺が見れると、うん、なんで俺見合って、もう見合ってじゃないからね、私そうなんですよ、ね、うん、ね、じゃないじゃないじゃない、はい、うん、ちゃんと全体ね、そうですね、そう、生徒たちの頑張った、はい、ね、そうですね、証が見れるので、うん、はい、じゃあぜひ、興味がある方々、うん、たくさん、お待ちしております、はい、お待ちしておりますよ、はい、ありがとうございます、どんどん見に来てください、ナミネーのスマイルイズグッドフォーハート、ありがとうございました。はいはいはい、はい、うん、そういえばその音楽の話に入る前に、はい、もう終わりみたいな感じあったじゃないですか、うん、もう終わり、もう音楽いっちゃうみたいな、あ、さっきのね、そうそうそう、はいはい、趣味の話だ、そう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 、はいはいはい、かかっている、はい、それそう、なんて言ったらいいのか分かんないけど、それそれ、まあ、川細工ですな、そう、はい、それです川細工、はいはいはい、もうイメージもある、うん、そう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 、はい、うん、やる、あと、うん、ね、もともと車っていうかね、バイクも乗ってたし、うん、うん、似合います、似合います、そうそう、うん、で車とかもね、そのまあレースというか、そのタイムアタック的なねその時間、時間競うやつとかみたいな、スピード出してそう出してそう、普段も普段もスピード、普段は安全運転ですよ、あ本当ですか、女ねやったら万が一から特定されたらね、そうですか、そんなもんですか、ね、はい、あでも、うん、ゲーム、うん、ゲームもするし、あ確かに、うん、あとね、うん、最近ね、うん、ミュージカル見に行ってる、そうだ、うん、言ってた言ってた、うん、な、何のは聞いちゃいけない、あ別にテニスのおじさま、はい来ました、テニスのおじさま、キュンキュンしたんですよ、ね、キュンキュンするやばい、これでまた 10分ぐらい話しまあでもね、テニスのおじさまそうだし、うん、はい、昨日ジョジョの奇妙な冒険のミュージカル、え、それってなんか見れました？なんか初日からね、うん、なんか何日間かは、うん、ダメになっちゃってっていうやつだったんですけど、だからね、その中止になった人たちには申し訳ないんだけれども、うん、まあ、見に行けて、よかったですね、はい、昨日帝国劇場に、いやーすごい、行ってミュージカル、ミュージカルめちゃくちゃ良かった、良かったですか、いいなー、なんかすごい多趣味というかさ、うんうん、もう全部出た、ラッコさん、いや、さん、なんかあったっけ、ガンプラ、あ、お、そうだった自分で言っといてね、あれだけど、うん、ガンプラも作る、ね、はい、最近休日ほとんどそれ、いやひたすらヤスリがけしてる、あそれね、わかるって思ってる人いっぱいいるよね、うんうん、で
ど、まあ、オタクですよ、早い話が、早い話が、早い話が、早い話、オタクですよ、いかついオタク、求めさせていただきます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はいはい、まあでも、なんか楽しくね、見させていただきまして、うんうんうん、あ、いや、ありがとうございました、面白かったです、非常に、まあ、ぜひ、はい、あの2回目のゲスト、はい、ぜひぜひ、はい、はい、じゃあ、次回の、そうですね、第2回ということで、はい、第2回、早っ そんな次回の配信はなんですけど、はいはい、次回の配信は、うん、3月29日、はい、金曜日の18時、はい、6時ですね、はい、からです。ぜひみんな聞いてくださいね。ありがとうございます、はい、ということで、うん、本日のラジオはここまでになります、はい、あ、もう終わり、はい、ありがとうございました。本当にあ、最後の感じわかります、はい、あの一緒にまたねでお願いします。またね、そう、いきます。それでは来月も皆様のハートにスマイルを、せーの、またねー。